プロテインキナーゼ R は、人では、IF2AK に電子にコードされている酵素で、ウイルス感染からの保護を行う。プロテインキナーゼ RNA、アクティベーティッド、インターフェロン、インドゥストダブルストランデッド RNA、アクティベーティッドプロテインキナーゼ、ユーケリオティックトランスレーションイニシュエーションファクター2、アルファーキナーゼ2などの別名でも知られる。PKR は2本 RNA によって、 活性化されるが、これはウイルス感染によって細胞内にもたらされるものである。また、PKR はパクトと呼ばれるタンパク質やヘパリンによっても活性化される。PKR は N 末端の日本ぐさり RNA 結合ドメインと C 末端のキナーゼドメインから構成され、キナーゼドメインはアポトーシス促進機能を PKR に付与している。DSRBD は 保存された日本グサリ RNA 結合モチーフが2つ、タンデムに並んだ構成となっており、それぞれのモチーフは DSRBM1、DSRBM2 DS と呼ばれる。PKR はインターフェロンによって、不活性状態で発現誘導される。ツルナへの結合によって、PKR は二状態化し、引き続いて起こる自己リン酸化反応によって活性化されると考えられている。 ウイルス感染下では、ウイルスの複製と遺伝子発現によって作り出された、鶴長 N 末端ドメインに結合し、PKR を活性化する。活性化が起こると、PKR は、深核生物翻訳開始因子アイフニアルファーをリン酸化できるようになる。これによって、細胞内のメッセンジャー RN a の翻訳は、阻害され、したがって、ウイルスタンパク質の合成も防がれることとなる。 アイフニアルファは一般的なオーガストコドンからの翻訳開始に関与しているのでアイフニアルファがリン酸化されているときはオーガスト以外からの翻訳開始が代わりに行われる。オーガスト以外からの翻訳開始を利用するメッセンジャー RNA の例としては熱ショックタンパク質のメッセンジャー RNA などが挙げられる。活性型 PKR は 転写因子 n f カッパ b の阻害サブユニットである i カッパ b をリン酸化することで n f カッパ b を活性化する。活性化された n f カッパ b はインターフェロン型のサイトカインの発現を活性化し局所的な抗ウイルスシグナルの拡散を行う。また、活性型 PKR は細胞周期と代謝を調節するがん、抑制遺伝子 PP2A を活性化することができる。 活性型 PKR はウイルスがさらに拡散されることを防ぐために複雑な機構を通じてアポトーシスを誘導することもできる。PKR は病原体、栄養素の欠乏、サイトカイン、放射線、機械的ストレス、小胞体ストレスなど様々なストレスシグナルに対する細胞応答の中核である。PKR 経路は JNKP38 n f カッパ b PP2A, IF2α のリン酸化など、他のストレス経路を活性化することで、ストレス応答を導く。フォールディングしていない、タンパク質が過剰に存在することで引き起こされる、小胞体ストレスは、炎症応答を誘導する。PKR は、イク、JNK, IF2α、インスリン受容体といった炎症に関与するいくつかの因子と、 相互作用することでこの応答に寄与する。代謝が要因となって活性化された炎症複合体はメタボリックインフラメーサムまたはメタフラマサムと呼ばれる。ウイルスは PKR に対抗するために多くの機構を発達させており、PKR に結合して活性化を防ぐで濃いツルナの酸性、PKR の分解、ウイルスツルナのマスキング、 pkr の二両体化の防止、基質の脱リン酸化、pkr が結合する、二世質の酸性などが行われている。例えば、エプスタインバールウイルスは、エヴァー遺伝子から、デコイ・ツルナを酸性する。これによって、バーキットリンパシュ、ホジキンリンパシュ、上咽頭眼、様々な種類の白血病といった眼が,が誘導されている。pkr のノックアウトや阻害によって、 マウスの記憶や学習能力は向上する。アルツハイマー病患者のウミウマ及び前頭皮質の変性した神経細胞において、リン酸化 PKR と IF2α に対する免疫、染色マーカーが増加していることが2002年に初めて報告され、PKR と AD の関連性が示唆された。加えて、これらの神経細胞の多くはリン酸化。 タウタンパク質に対する抗体でも免疫染色された。活性型 PKR は細胞質と核に見つかり、神経細胞のアポトーシスのマーカーと強局在していた。さらなる研究によって脳脊髄液と血液中の PKR のレベルの AD 患者と対象群との比較がなされた。末梢血単核細胞における pkr の総量とリン酸化 pkr の量が23の ad 患者と19の対象とで分析され、pkr に対する ppkr の比率が ad 患者では対象群よりも優位に増加していた。csf のアミロイド β, ウ、1 8 1番のスレオニンがリン酸化されたタウといった csf のバイオマーカーの評価は、 臨床研究や CSF の異常や AD による脳病変に対する日常的な検査において有効的に利用されている。ある研究では AD や健忘が経度認知機能障害の被験者では PKR と PPKR の濃度が増加しており、PPKR の値によって AD 患者と対象被験者を91.1%の感度94.3%の得意度で 区別することができると報告された。また、AD 患者では、PKR と PPKR のレベルは、CSF の P181 タウのレベルと相関があった。何人かの AD 患者では、CSF の Aβ、タウ、P181 タウのレベルは正常であるが、PKR と PPKR が異常値を示していた。p k r ア,アポトーシス促進経路は、 神経細胞の感受性に応じて様々な神経病変を引き起こし、神経変性に関与している。AD 患者において PKR の活性化は β セクレターゼ1の抑制解除によってアミロイド β ペプチドの蓄積を引き起こす。通常、ベース1のゴユーテルはベース1遺伝子の発現を阻害している。しかし、アイフニアルファーのリン酸化によって、 ベース1の5ユテルの阻害効果は逆転し、ベース1の発言が活性化される。i f フ,ファのリン酸化は PKR によって開始される。単純、ヘルペスウイルスなどのウイルス感染や酸化ストレスは p k r i f フ,ファ経路を活性化することで、ベース1の発言を増加させる。さらに、AD 患者においてベース1の活性の増加は、 アミロイド β 線具体タンパク質が β で切断された C 末端断片によって誘導されるエンドソームの異常を引き起こす。エンドソームはアミロイド β 線具体タンパク質のプロセッシングが極めて活発に行われる部位であり、エンドソームの異常は初期エンドソームの調節因子であるラブ語の発言上昇と関連している。 これらは AD に特異的な神経細胞反応として知られている中で最も初期に起こるものである。APPβCTF レベルの上昇はラブ5の過剰な活性化を引き起こす。APPβCTF はラブ5陽性エンドソームにオペル1を呼び寄せ、活性型である GTP 結合型ラブ5を安定化し、その結果病態と関連して加速された。 エンドサイトーシス、エンドソームの膨張、ラブ5陽性エンドソームの軸作輸送の選択的阻害が引き起こされる。影響を受けた神経細胞において、リン酸化 PKR はリン酸化タウタンパク質と協極剤していることが報告されている。PP2A の阻害剤である岡田さんは、タウのリン酸化、アミロイド β の蓄積、そして神経細胞子を増加させることが知られている。 また、岡田さんは PKR のリン酸化を誘導し、そのため i f フ,ファもリン酸化される。i f フ,ファのリン酸化はアポトーシスを誘導する、転写因子 ATF4 を誘導し、神経細胞子に寄与する。GSK-3β はタウのリン酸化を担い、アポトーシスを含むいくつかの細胞機能を制御している。別の研究では、人の神経合腫細胞への次かい信、 または、Aβ の投与によって、PKR の活性化が誘導され、GSK-3β の活性化とタウのリン酸化が引き起こされることが示されている。その研究では、AD 患者の脳の神経細胞では活性化された PKR と GSK-3β がリン酸化タウと、協極在していることが発見された。s h s y 5 y 培養細胞では、 次ニカマイシンと Aβ は PKR を活性化し GSK-3β の活性化の調節を通じてタウのリン酸化とアポトーシスが誘導された。これらの過程は PKR の阻害剤や PKR に対するサーナによって減弱した。PKR は転写因子との相互作用や GSK-3β の活性化の制御によって ストレスシグナルを神経経路へ伝達する重要なシグナル伝達点となっており、AD ではこれによって細胞変性が誘導される。PKR は耐児性、アルコール症候群と関連するエタノール誘導性のタンパク質合成阻害とアポトーシスにも関与している。PKR は次の因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。